ップは窓での光線、ナギのシェリフが暴れます。ペイント弾と合わせて、まあ、このグラに隠れます。おお、登れる。ハレは上から角度を変えた。ハレ、ゼップのカバーが入ります。余計ながら、さあここで自己再生。壁は1枚空いています。あと一応体が入れるスペースがあるでしょうか。バイクを設置。バイク設置です。中にはハレ、そしてデップはかなり低めの位置。窓には雷、一律交換。キルグレイブの体力は20。中にいるデップを落とした。ラストは雷、抜いていく。ハーフまでいった。ガチ解除だ。いやー、そこを止めていくのは雷。私の敵じゃないね。データ飛んでるならばかなり入りやすいですよ。さあスモークに応えて時間を稼いでいきます。ブラストパックで入っていくノリセン。この距離であればスペクターは余裕だ、うん、カバーに入ったデップがセピアマーズを落として、さあここで先ほどまではハレが壁の上に乗っていました。さあペンギンのハレ、ここが倒される。ペンギンダウです。3対3。ここよ。決め打ちでキルグレーブも探していきます。武器の差はインソムニアに分がありましたが、リジェクト、その武器の差を埋めるように雷。そして中にはデップ。世界は分かたれた。世界が分かたれた瞬間見えなくなります。スミスはそれでも勝負しにかかるか。見えてませんよ。あと30秒。とんでもないプレーが出ましたよ。とんでもないプレー出ましたね今。ただデップの3キル、壁打ちましたよ今、まあ、もちろん弾は貫通しない壁なんですけど。そうですね。最後デップオペレーターまで。ここは壁を耐えてスローブまで入れている。ここで勝負するのがキルグレイブ。ショーストッパーで入っていく。1人を仕留めた。ただもう1人が見えたのが分かっています。ハレのカバーが入った。ここで蘇生が上がります。仲間は死なせない。ピークに対して蘇生を使うが、カカシが待っている。素晴らしいピークです。落ち着いてますね。飛んでいくのはアタッカーサイド本命ですよ。セピアマーズ残り分かっていたデップもここは倒されてしまいます。キャリアダウン。ラストは雷。ここだ。後ろを取っていくセピアマーズ、うん、ここは賢さの勝利でありましたのは B サイト。セピアマーズが寄っていきます。ファーストキルはキルグレイブ。出鼻をくじきました。さらにはデップを排除できたのは大きいでしょう。シーカーが入ってくる。セピアマーズが先に入ってきて、リテイクよりはエリアを確保することを優先します。セピアマーズ、しかしウィズハレのダブルピーク。あと10秒。時間がないですね。ツーオンツー。後ろからスミスが待っています。バイクを設置。逃げても無駄。シーカーを放つ。フィーズはあくまでワンオンツー、勝つつもりであります。しかしカカシのカバーが入り、ここで7対2。うん、今のとき窓を取りに行く。うわー、強気だ。今までノリ戦がフリーを使って、そしてこれでもスミスは待っている。いやー、ここで取るか。恐れるがいい。ゼロ距離フラッシュ。では誰もいません。浴場から雷。カバーに入ったセビアマーズ、これで3対2。リジェクトはこのランプで耐える。しかし蘇生が入った。これで一度4対2はなりながらもランプで1キル獲得。もう一度3対2。ナギのブレードストーム当てた。ワンオンスリー。残るのはデップ。おお、狙っていくナギ。ナギも徐々に全員 A 側です。分断、縦分断から乗り出し、はい、よし、採用した。体力がないのでヒールを求めに行きました。それでも浴場ではスミス行くのか。スミスバイクを行きそうだ。いや、一旦さすがに待ちますか。5対3です。そうですね、味方も少し今合流待ちですね。珍しいランプ3。
耐えられるのか、ランプ3は耐えれるのか、リジェクト。ナイスとデップの交換、デップは続ける。デップは耐える。デップもデュエリストだ。3キル目ワンオンツー、しかしここは解除成功。なんならブラストパックも購入していく。さあここはハレのエントリーからスタート。シェリフでのエントリーでした。強気ですねハレ選手。オフランのキルグレイブもハレが落としていった。やはり彼に武器を持たせてはいけない。蘇生でフィーズが上がる。そしてフィーズはシーカーが上がります。シーカーを放って相手のいる位置を察知していきます。あ、裏側に飛んだのいいですねシーカー。正面にオペレーター、裏側にはしっかりカカシに反応しています。体力はほぼフル。デップのピークによってナギが落ちた。デップはさらにピークをしてガン待ち。後ろからのカカシは先ほどのシーカーで分かっています。最後もデップ、デップが止まりません。デップここにも反応はしませんが、キルグレイブはここはヒールを回していきます。フラッシュ、これは食らってしまった。キルグレイブセージが落ちました。そしてノリ戦の2キル3キル、そしてペイント弾を足元に投げてセピアマーズの警戒、ヒールカバーが入りました。フラッシュも入っていますよ。フラッシュの返しもここはあデップデップ設置、中先が見えました。ただここは11効果乗り線のカバーが入ります。ただスモーク役の雷が落ちたというところではリジェクト、取り返しのスモークはありません。ドローンを流します。浴場設置、相手にハレは上からマーシャルでキルグレーブを落とした。ここはスミスが待っている。デバウアーで回復。セピアマーズはショートで待っています。ラストフィーズ、ワンオンスリー。最後もセピアマーズ、バープすることができるというところで A は2人待っています。さあアストラの雷が寄っていく中でキルグレイブのファーストキルが生まれました。フィーズが落とされます。カバーに入ったハレはワンキル取るものの倒されて、そしてデップもここはカバー負け。ラストは A から寄っていくノリ戦です。手前にはいません。クラフトパックで入ったところナギが落としていきました。まあ壁が焚かれたので一旦は壊しながら入っていきます。ハレを抜いていく。カウンターの壁で設置。ランプ1確定、そして中の1確定、そして蘇生で上がったセピアマーズも確定。ほぼランプ滞在というのが分かっているでしょう。面白いのがカカシの位置、かなり低めで出待ちです。ショートの裏取り警戒。さあ入っていくのはノリ戦、これはかわせる。さあまずはノリ戦がセピアマーズを落とした中、カバーに入ったハレが2キル獲得。さあカカシの位置を探しに行く。さあトレイルブレイザーを流していたところをフィーズがフラッシュ、しかしフラッシュ返し。フィーズはそこを潰していく。ちゃんとカウンターしますね。蘇生を入れて解除。噛まれても強いハレです。ハンターズフューリー、カウンターハンターズフューリーでまずはセピアマーズ、スモーク役を落としました。それでもハレ詰める、強気ですよ。さすがハレ。さあこの前には一度壁が焚かれておりますので壊さないといけません。時間稼ぎのキルグレイブはランプに一度スローブ。さあ取り返し4対3。さあこの両サイドに待っている。そこをスミスが2人さばき、ノリ戦の逆に2人をさばく。さあワンオンツー、残るのはスミス。残り1名。ディスミスが速すぎる。ペイント弾が飛んでくるか。解除どうだ。時間がないですね。この打ち合いではスミスだ。クラッチプレイ、目にはパラノイアが必要になります。そうですね、ただここでパラノイアを切ってウィンドウを取るにもまあ、ちょっとリスクが高いので、それならば別の場所といったところでしょう。そしてシーカーいいんでしょうかね。逃げても無駄。浴場からシーカーを流していく。そしてヘブンにスモーク、トレイルブレイザーでしっかり雷の位置は分かりましたが、打ち合いには雷。2人目も雷。設置は完了、4対3。
頭1個見えました、はい、キルグレイブが雷を落として3対3。さあ離婚の差し場所はランプへ。屋上にはスミス、ランプにはキルグレイブ、一度解除に触れる。ただナギがランプで耐えた。よく耐えたナギ。ナギのこのテールウィンドの。さあここでトレイルブレイザーです。おそろ、そしてシーカーを流していったフィーズ、これでもう B はないというのが分かりました。 A に固まっていくキルグレイブがスミスを起こす。さあまたスミスが暴れるか。ノリ戦はフラッシュ避けの後ろからのパーティータイム。中には光線が続いていくが、ラストはデップ、ワンオンツー。体力有利はデップではありますけれども、ここにはナギのオペレーター。うわー、当てていく。12対11分読みでナギが残る。待っている。セピアマーズなぜそこにいる。これは気づけませんでした。深すぎる。深いですね。デップが倒された。3対5、フィズが倒してラークはなんとか潰した。正面ではどうだ。ハレの打ち合い、雷が倒せた。ハレの打ち合い、ハレが強すぎる。ラスト1人だけだ。見えた。うわ、雷は再開して、いや右クリアですね。ブラッドパックピーク、これは早すぎます。この動きの速さからの A リコンボルトクラッシュ、そしてスローブ。キルグレイブは自らの体で見ていきまして、ワンキル獲得。スローブ関係ありません。フィーズアップ、いやー、ここのダブルキル大きい。バイクを設置。4対2、2人での取り返し。フラッシュは1つ、どこで切っていくか。反応しません。むしろ手前にいるのも警戒しづらい。デップフィーズのダブルピーク、ジュトがもういい形で加速してきましたね。バイクを設置。まだブラストパック一つ、さらにはブームボットを控えているノリ戦。リコンボルトもデップは上がっています。どの取り返しが始まるか。フィーズは2フラッシュあります。フラッシュ残したままフィーズが落ちました。キルグレールが輝いている。仕留めたわ。ハレが一人で行く。デュエリストだ、バトルステージか。ハレ、いやー、決めるか。リジェクト蘇生ができる。フィーズが上がるぞ。しかしノリ戦が2キル取った。しかしながらこのノリ戦の早いやからのエントリー。スミスが入っていく。ファーストキルはスミス、ここでデバウアで回復。カガシのカバーが入りました。さあここは潰していくのはインソムニア。あっという間に5対3、サイト内まで確保できました。リコンボルトで手前を警戒。ナギが入っていく。これで4対3。ただここから強いのがセピアマーズの後ろからの空爆。そうですね、キルグレーブのショックラウンドが入りました。上からのスミス、残り1名。さらにここはデップ対空。ただ時間がない。削っていく判断です。最後はセピアマーズのキルとなりました。いや下がりましたね。いや詰めますか。ハレ下がった瞬間ハレが仕留めました。何かを感じたか。これ政治が落ちると B 設置難しくなりますよ。難しいですね。しかも B 側に行こうとしています。キルジョイもいますからね。ジャンピークでフィーズが見えました。さあテップはこのオフアングル。いや打ち合いこれ負けると思って引いたんですが、フィーズのカバーが入ります。いやただフィーズが強い。時間稼いだフィーズ、そしてデップ。それでも勝負死にかかるフィーズ。残り3人目、4人目は雷のカバーが入ります。セピアマーズなんとか打開した。ワンオンツー、ノリ戦が構えていきましたが、まあ我々がサイトには晴れ。さあここで壁を立ててナギは上を取ります。スネークバイトにかかっていないノリ戦入っていく。スパイクドロップです。ステップのサイドを取っていくダークのスミス、裏取りです。そしてナギは中で構えるが、ここは最後はノリ戦が構える。ワンワン、雷対スミス。立ち回りですよ。あと10秒、時間がない。スミス銃口が見えた。おお
雷をくれた。前目に詰めてるんですよ。さあこのバイパースピットはあくまでフェイク。その間にスミスがワンキル取ってノリ戦が倒されます。ポイズンオーブ展開。 A に寄っていくのはリジェクト、そして A セッチまで持っていくのはインソムニア。しかし上からデップ、まだクナイは残っている。上を取られた。いやーデップの立ち回り完璧だ。おお、フィーズのカバーを待った。最後の一人だ。そして正面ではハレフィーズ、デップがあえてなんとバンダル変えるというような、動きですかね。A でキャリアだ。ただうまく崩されましたね、この入るポイント。先ほどからデップの動きが素晴らしい。残り1年と10秒。本当にデップはこういうところ勝負強いですね。晴れデップ、雪だるま付近にいます。スパイクを設置。ここは被害なく設置まで行きましたよ。そうですね、理想の形です。ただ全員が B 側にいるのでセンターからのアクションをかけない以上は相手の方がリテイクが早いですね。こうなるとセピアマーズのスネークバイトをどのタイミングで打つか、それでそれをどういう風にみんなでサポートしていくか重要です、うん、さあここはロックダウンに対してはハンターズフューリーしっかり打ち込んでいく。その間にハレは前に出ている。デップも前に出る。さあキルグレーブの2キルで返すが、解除はガチ解除が成功している。セピアマーズをしっかり封じた上でガチ解除、さすがです、うん、ちゃんとラインを上げ煽り合いながら、どちらのレイナが本物か。うわあ、しかしここは武器を持ち替えた瞬間、かかしのカバー、レップのカバーが入り、今度はナギのカバーが入る。人数状況はここで2対3。しかもレップはオペレーター、ステイクバイト飛んでくるか。このバイパーズピット中なかなかこの中には入れません。どうするデップ、デップが入ってる、レーターで抜いた、何が起こったの。見えた、デップ見えた。いやー、手前には壁とスネークバイト。あと30秒。今度はナギが倒す。ハレが落ちました。いい立ち位置。カウントダウン開始。ロックダウンに対してはどうでしょうか。ハンターズフューリーは打ちません、うん、まあ、引いてあくまで解除のために使いたいというところでしょうか。そうですね、耐えるために使うようです。ハンターズフューリー、ノリ戦はハーフまで行った。デップが前に出る。さあ空爆が入っているが、3発目のハンターズフューリーを打った瞬間デップが前に出る。いやー、3人目雷のカバーが入りました。ただハーフまで行った解除はどうだ。ワンワン、雷のガッチはどうだ。ショックダッシュが飛んでくる。最後はキルクレーブ繋がりました。そこに雷も率いてのエントリー。フィーズは一番しんがりを務めます。ここはキッチンから出てきたキルグレイブも倒され、かなり乱戦が行われていますが設置は完了、まあ、こうしないと設置ができないというところなんでしょうか、うん、政治がいないですからね。純粋な打ち合いが発生。ハレが倒され、フィーズがカカシを倒しています。少しこうデスマッチのような状態が続いていますが、あっという間に人数状況逆転。インソムニアが2対1。ラストはノリ戦です。この立ち回りは完璧です。しかしこの打ち合いではナギ、思ったよりリジェクトは情報が取れてますよ。ゆっくりと上がっていくのは A 側。もう A リテイクですか、この配置は。雷が先頭です。そうですね、セピアマーズが置いていますが、動作には当たりますけれども、やはりマーシャルの弱さが出ました。これで2人削られての設置。まあ、こうなるとあとはフィーズのスネークバイトというところができます。リテイクが始まります。スミスとナギ、そしてカカシでのリテイク。目を奪ってリスミスで下がっていく。もうリアはありません。壁を立てている。その間にナギがピークしますけれども、ここで解除が入りますが、間に合いますか。これはガチ解除ができる。うおお、間に合った、間に合った。購入オペレーターが見えました。うお、抜いた。うお、ワンピークで抜きました。このラウンドはデップ、フィーズは勝っています。中に入っていく、深めまで取っていくデップ。しかしそのデップをキルグレイブが抑えて5対3での取り返し。
そこを崩していくのがハネか。スミス、キルグレイブと2キル取って残りはフィーズ。最後はスミスが取ってインソムニア追いつきました。この角度は予想外ですが、手前は見えないぞ。氷も崩れましたよ。崩れました。そしてその間にデップが、いやー中に入っている。抜けましたね。これで聖人の壁がなくても設置ができる可能性ができた。ドライで入っていたデップ、イコンボルトで移りますが、ノリ戦は無理やり設置。ハレも構えています。確かにアグレッシブなインソムニア良かったんですが、それ以上にデップが自由に動いている。この3次元での打ち合いはデップだ、間違いない。雷に釣られていた。しかし本命は B。 おー、ただ打ち勝った。ここでカカシがキッチン取れたのは大きい。しかしハレがセンター割り、スパイクドロップ。このラウンドバイパーズピットはもう使えません。蘇生が入ります。キルグレーブが起きます。残り10秒、設置を阻止。サイド設置、ここも抜いていくが、設置はなんとか抜きました。武器勝負ではスミス、ラスト1名イエローに先ほど移りました。ここの打ち上げはスミス、作戦も全てがバランスが崩れるっていう、ここは面白いアングルでナキが待ち構えていました。ドローンが回ります。自分を隠すようなスモークを焚いて、ここはバイパーズピットを打ちたいでしょう。そこを抜いていく。3対5、バイパーズピットは打ちません。設置を狙ったハンターズキューリーを打ちました。おお、パーフェクトですか。パーフェクトラウンド。まあ、初めはナギのファーストブラッドから始まったんですけども、オペレーターを置いてた位置がとても良かったですよね。パーフェクト。しかしこれどう思います、そのロックダウンに対しての。固まっちゃいましたね今。本当ですね、すごく小さいですね。ミニマップ上で右側にあるんですけども、はい、とんでもなく小さいバイパーズピットですね。さあハレが暴れる。オペレーター持った。おー、あー3人目、これはエースを狙え。エースチャンス。あと4人目来るか。しかしビーズが抑えた。いやいつもの長い金側を取っていくでしょう。センター割り、その間にカカシが釣られます。2番手のハレがカカシを落としてバイパーズピット生成完了。一方サイト内にいたデップが落とされました。これで3対4でありながらバイパーズピットは発動完了、設置はできていません。ビーズ飛び出していきました。これでスミスが抜いてバイパーズピットは消滅。あと10秒、無理やり設置まで持っていきます。ハレが出る、そこをスミスが抑えた。ナギが横から、そしてスミスもサイドから。これで11本目、今度はインソムニア、レイナが勝利するのか。まだ交戦は始まりません。設置後からの交戦だ。ハレ1人目、もっとよ。さあもっとキルが欲しい。2人目、ハレが暴れている。カバーが入った。3人目、スミス落とした。パーフェクトだ。削っていく。セピアマーズは強気の位置、デップ落とした。2人目もセピアマーズ、スミスだけじゃない。3人目リーダー、セピアマーズ。ただ設置は完了。ポイズンクラウドからそしてスネークバイトを入れている。この時間は解除できません。どうだ、雷フィーズ。ナギが高台を取った。フィーズ、しかしやはりインソムニア。しかしリジェクトは先ほどパーフェクトというのがありましたので、このラウンド変えるでしょうか。制圧しました。このピークはどうだ、ね、ピアマーズ。おお、1人目、自分のミスを取り返した。隠れているセピアマーズ。キルグレイブをキルに重なって4対2。どうだハレ、また打開できるのか。設置に対してのリーヤはノリ戦が反応。スゴホーノリ戦1人目、うわ取り返した。ハギ、これで13対11。
ペカン。そして先ほど見ているとオーバータイムに突入してからリジェクトが勝っています。さあ12対11オーバータイムがあります。衝突。さあ高台を取った雷、キャット抜けを阻止、そしてセンター詰め、雷、さらにはデップが出てくる。いたらグラビティベル吸い込まれた。はい、スローブジャッジで構えた。1人目バックしてスモーク吸い込んで移った。しかし関係ありません。デップ2人目も1人、ハレのマーシャルで3人目、33交換の2オン2。ノリ戦のリコンは上がっていません。アレスで打ち込んでいく。おただ2人いるのが分かった。ワンオンツ最後ノリ戦はクラシックで処理。スローブ、あーバリオブ、そしてワンウェイ。さあハンターズフューリーが飛んでくる。デップは逃げられない。素晴らしいハンターズフューリー、リコンと合わせたハンターズフューリーが効きますが、ハレが2キルでサイトを守る。しかしヘブンからの流れ、ここはフィーブが耐える。フィーブはハレで耐えられるか。残り12秒、フィーブが耐えた。フィーブ強すぎる。B です。リコンと合わせてエントリーは止まっています。おただエントリー止まっている中、ハレデップ雷、ハレキルはリジェクト。これは気づかない。ああ気づかない、見てない。あよくカバーに入った雷。ドーブを取りたい。1人目正面も警戒しています。セリフ勝負はキルグレイブ。ここでアルティメットを取ればリダレクション使えますね。ここはいってもどうでしょうか。オージンが構えています。入っていく。あと30秒中にいるのが分かりました。1人目3人目までスルーしましたけれども、ここで倒されてしまいます。残り1名、ラスト1人、ノリ戦のオージンです。あ当たってはいます。撃破だ。音は何も聞こえません。オーディンキープですかね。さすがにここからのリテイクは厳しいでしょう。まあ、オーディンを持っていると機動力はないですからね。いや当たってる。素晴らしい。ソムニアの構成でクリアすることはできません。難しいですよね。サイドにいる雷、うわー、あーとでも今日ついた雷の位置。あと30秒、これがやはりエージェント構成で変わる。そんな一手を打っていきました。ただナギが2キル獲得して、これで3対2、中に入ります。スパイクを設置。さて3人での取り返しです。デップのオペレーターを使っていくでしょうか。ハンターズフューリー、ハンターズフューリーからエントリー。アッパー側はデップがプレッシャーをかけ、なんだそのピークスミスを先に出させて、そして後からジェットのテイルウィンドで入ってきます。おお、弾幕が。ただ先ほどエントリーに使ったアビリティはもう使えません。アビリティ優勢はリジェクト。あとはフィジカルで守るのみ。ノリ戦のリコンボルトの時間はどうでしょう。キルグレイブのリコンは残り30秒。さあファーストキルはキルグレイブ、ロッターが発動。ハンターズフューリーは上がっていません。雷が面を抑える。2人目も雷、ここでさらきますか。そしてノリ戦のオーディンが光る。ラストはスミス、ただ時間がない。あー、これ引っかかった。ただ間に合わないですね。解除は失敗。早めのセットアップ、ショートスモーク、ヘブンスモーク、リコンパラノイア。ただデップはバレていません。2枚抜き、3人目。セピアマーズのカバーも遅く、フィーズのカバーが先に入る。無力化した。最後はハレです。手の構えがありました。ただデップがいないというところで、まあ、ハレもしくはいてもその後ろにいるフィーズだろうと。吸い込んだところフィーズが構えますけれども、スミスが手前にいます。それは怖いでしょう。さあ乗り越えていくスミス、ショックターズが飛んでくる。それでも果敢にフィーズが飛ぶ。弾がありません。デップまで潰したスミス、これで3対3。なんとエコラウンド設置完了。
ちょっと取り返し厳しくなりました。ただ武器差はあるので、ここは取り返していきたい。おーっとエピアマーズが出てきた。武器回収成功。フィーズのオーディン、そして上からノリセン、コズミックディバイドは上がりました。わー、ここでフロームのシャローズ、メインに飛んだセピアマーズ、横からスミス、時間はありません。スミスは出ない、セピアマーズも出ない。スリフティです、うん、警戒したお互いのブレードソム。うお、刹那の早打ち、横から横槍を刺していくのはセピアマーズ。あたら、インソムニア削っています。さあリジェクト、この8本目取れるでしょうか。インソムニアは現在4本目。フィーズの非常にいいプレーだ。視界を取った瞬間フィーズ、ただリコイルコントロールミス、ワンオンツーです。雷としてはフルシードでまだチャンスはあります。キャットの壁は厚い。そしてセピアマーズはオフアングルポジに入ったと思いきやヘイブンシャツ。さあマツポジ、そして逆マツに入っています。足落としました。パラノイア来た。しかしここはセピアマーズです。先頭にブリンクアウト、しかし引っかかった。ハレのカバーも入って、これでキャット進行から引いて B と見せかけて、もうすでに A は入っています。センター流れ裏取り警戒の雷、そしてキャット2はハレとゼップで守る。グラビティウェルに引っかかったスミス。人数状況4対2。ヘブンからの取り返し2確定。体力が少ないフィーズはピークして倒される。27のノリセンはサイドをついた。そして雷、側面のスタッフレッシャー B 側です。キルグレイブのショックダスでハレが落ちた。グラビティウェルが目の前にある。サイドを取っていくレップ、アッパー側どうでしょう。アッパー側入れていません。強い。ローア側キルグレイブが2人1人、そして正面でアスリス、なんとセカンドバイ成功。がエンプレス発動。彼は勝負、もうアビリティはありません。スミスがバレていませんよ。スミスの位置、サイドを取った。もっともっとよ。さあエンプレス中一つリギアを入れます。バイクを設置。わあ、そこを勝つ。ここを取るのは大きい。マーケット消滅。世界は分かたれた。さあメインガーどうだ。雷残っているか。いや失礼しました、ノリセンですね。ノリセン2人目、3人目、分からないぞ。クラッチプレーなるか。位置は分かった。セピアマーズのまだハーフではありません。うわー、クラッチプレー、ワンオンフォー。メインガーって確認するためのアップドラフトだったんですけどね、少し焦りました。これは早いぞ。おお、ゼップ前まで乗り込んでいきました。レイジの弱点をついていきましたね。これヘブンまで取りますかね。前目に行きそうですね。壁を耐えて設置まで持っていきます。ハレ体力の少ないノリ戦、ゼップはしゃがんでいます。雷の射線が通ります。かなり警戒していますね。さすがに氷の上は警戒か。ラークのフィーズ1人目、2人目。いやー、今日のリジェクトは7対10です。エントリーリテイクの形を取ります。さあ取り返しのインソムニア、アビリティパラノイアはありません。リーヤーは1つ、その間にセピアマーズが抜きました。セピアマーズ2人目、よくボディで抜きました。そしてスミス、サイドを取った。2人目、うおー、デバウアー体力回復。そして中にいるフィーズを落とした。なんと思い切ったプレーでインソムニア取り返し成功。うん、アビリティがないんだったらやること、 A フェイクなんですよ。ただインソムニア寄ってませんね。寄りません。いや、フェイクに引っかからない。スミスが見せるか、耐えれるか。そして一方ナギもセンターでキル。うおー、ナギが2キル取った。残りだ、3人目、
ダスター雷リティは吐きませんでしたね。パラノイア早めに入ってくるがハレのカバーが入りました。ハレはシュリフです。そしてファンダルをしっかりもらいましたけれども2枚抜き、ただ絶好を起こした。ハレはバンダルをもらいました。セピアマーズから根こそぎ奪ったこのバンダル。世界は分かされた。お、ここでコズミックディバイントですか。インソムニアからすればこのハレに渡したバンダルが一番脅威でしょう。デップのラークが刺さる。スミスを落としました。そしてデップのラークがかなり引き目の配置、蘇生が入ります。デップが待っていましたがそこをカカシがうまく抑えた。フィーズのワンキルによってこれで2対3、残り1人フィーズだ。うわカカシが取り返した。誰かメインにスモークを張りました。入っていくリゼクトに対してカカシダギ守る。カカシが強い。守るインソムニア。デップが抜いた。ツーオンスリー。デップハレが飛んだ。抜いた。ツーオンツー。ハレが裏取り。ハレが裏取りだ。これどうだ。気づけないですよこれは。あと30秒。知能をつけた。ノーキルだ。ハレの裏取り。ラスだ。キルグレイブを狙っていく。ただ抜いたぞ。ナギの抜き返し。中にはハレ。一時交換。メインには残っていませんよ。雷メインに戻れるか。いやでも全員でビー守りはかなり狭いですけども。狭いぞ。メインに戻れた。いやでもアビーティーをうまく使っている。バリアオブを張って時間稼ぎ。ディフェンダーサイドマーケットから 2-2 で入っていく。メインへのこのバリアオブ、さあどうだ。取り返し、まあ、かかった。中に入っていく。セピアマーズ中が崩れたぞ。残りはメインバリアオーブンだから。ここでインソムリア思想ゲーム。デップが A アクションを押してたんですよ。なので B サイトの数ってデップが寄ってくるまでに潰せばもう完璧制圧できるんですよね。そうですね。だからこそ早めの B サイトの制圧。いやー分からなくなってきました。さあリジェクト追い込まれた。最後の一人だ。これでリジェクト終戦なのか。緊張の一瞬見えた。ファーストキルはセピアマーズ。ただロックダウンで相手をのけることはできます。破壊はできません。ただ設置はできていません。その間にハレがゆっくりゆっくり一人を倒し蘇生だ。神の子を起こしてしまった。給油のデップを起こして今度は5対4蘇生返しだ。打ち上げはスミス。分かされた。どうだ。どっちにどっちに神は微笑むのか。残り1セピアマーズラストフィーズワンツーワンツー。見えない見えない。ワン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 。キルグレイブだ。時間は十分間に合います。リジェクトここで敗退。思い切った振る舞い。雷のロック。